どうも、今日は喋る動画です。本日で、二千二十一年も最後ということで、今年の振り返りをしていきたいと思います。よろしくお願いします。まあ、今年も、それなりにいろんなことがやれた年でした。今年の頭に、今年の漢字一文字を目標にしたんですけど、それが続けるっていう字だったんですけど、まあ、その中に、動画の投稿ペースを守る。続けて、ちゃんと動画を出すっていうのも入ってたんですけど、これは今年もきっちり守れました。 本当に見てくれてる皆さんの,あの反応とかがモチベーションにつながってたりするので本当に皆さんのおかげです。ありがとうございます。で、まあその続けるっていうのを目標に頑張っててその3つね具体的な目標を掲げてたんですよ。1つ目は YouTube の背景としてよく字を書いてるのでその常用漢字を極めようっていう目標を立ててまして2136文字お手本見ないで綺麗に書けるようになろうっていう目標は えと練習の果てに達成されましたもうほんとある程度何て言うんだろう見なくても、まあ、先生らしい字教科書に載ってるような会社の字で、まあ綺麗な字を書くことができるようになったかなと思うのでそれはほんと達成できましたなんですけどですね <laughs> あの残りの2つがね達成できませんでした2つ目っていうのが100回雑談するっていうのを立ててたんですけどちょっと後で発表するんですが詳しく。 今年あの、いろんな人のね、好きなものについて話すっていう雑談をした回数がね、41回でした。数えてみたところ。全然足りない。いやー、あのー、まあ、100回を達成しようと思ったら、毎週2人以上ぐらいと喋んないと、これは間に合わない計算になってるんですけど、まあ、動画編集もしつつ、いろんな人と話しつつっていうやる、やるのが、今のところ <laughs>、無理でしたね。全然届かなかったです。 ちょっとこれはね、目標を立てるあれがちょっとミスってたなと思って反省しております。で、最後3つ目も実は達成できておりません。これはですね <laughs>、チャンネル登録者数を250人くらいにするっていうあの目標を立ててたんですけど、今現在ですよ。今12月の下旬なんですが、 えー、人です全然届いてませんね100人ぐらいの誤差が出ていますまあっていうのも更新ペースが上がってないっていうのもあるしもともとニッチなことをやってるので <laughs> まあそりゃそうだろうなっていうね別にまあなんか別にチャンネル登録者数を増やすことが第一目標じゃないからそんなの目標にしなくてもよかったなってそこも反省しております まあ、とはいえですね、今年やったこと、できたことって結構めちゃくちゃあるので、ちょっと喋っていきたいんですけど、まあ、なんと言っても、今年の1月からゲスト会の動画を初めて公開しました。まあ、そこから会を重ねて、6月にはそのゲスト動画っていうのをもう普段のメインの動画にしようっていうことに決めて、まあ、そこから、ま、ほぼ毎週ゲスト動画を出してるっていう風になりましたね。 ただ、毎週毎週ゲスト動画を出すっていうのが、結構その、要は人探しをほんとしなきゃいけないところからのスタートなので <laughs>、すっごい大変で、で、それを解決するために編み出した案が、あの、セルフゲスト会っていうね、自分自身をゲストに招くっていう、あの、恐ろしい発想から、えっと、その企画を考えて、で、実現してしまったっていう点で、まあ、それをできるようになったので、そのゲストが枯渇したとしても <laughs>、自分の好きなものを、 喋る回でつなげるっていうのが判明しましたので、まあ、これは結構大きな発明だったなと思いますでさらに9月頃に、えー、と現職の教員先生方を対象とした、えー、番書お助けコンテンテツを不定期配信することができました先週第3弾を配信したんですがじわじわ現職の先生が多分検索したと思われるなんか検索結果から見ていただいてるみたいで本当にありがたい限りですね これからも黒板使ってなんか現職の先生向けの板書講座みたいなものは出していけたらなと思ってはおります。でえっ、ー、とですね11月ぐらいかなこれも結構自分的には達成感があることだったんですがあの今年の7月からですね私がなんかほんと軽い出来心で。 ドット絵を打ち始めたんですよ。7月に初めて打ったのかな自分のアイコンを打ちました。そしたらなんか思ったより簡単で、あ、これ結構やれるなーと思って、なんかちま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 打ったりしてたんですね。で、今まで遊びに来てくれたゲストさんのアイコンをミニドット絵にして打ったりしたら、それがなんか結構好評だったりしたので、これドット絵使ってエンドカードとかオープニングのアイキャッチとか作れるんじゃないかなーっと思って、 えやってみてなんか試行錯誤したらできましてエンドカードの最後のドット絵とえっとオープニングのなんか自分のチャンネルのロゴっていうんですかみたいなのを作ったりとかと途中途中で挟まる動画のアイキャッチのえドット絵も自分で作りましたでさらにそれ流そうと思ったらあの効果音とかがあるといいんですけどまあドット絵なのでちょっとなんかピコピコした あのファミコン的なっていうかなんかレトロゲーみたいなあの音がいいなぁと思ってであんまりいいフリー素材がやっぱりなくてこれ自分で作った方が早いんじゃねえのって思ってあの打ち込みもやりました 打ち込みのなんかアプリが、ね、スマホであるんですけどそれ自体はなんかまだ教員だった頃に通勤途中にピコピコ打ったりしてたのでなんかそのアプリを久々に開いて適当に打ち込んで新しく動画の中で使う BGM っていうのとエンディング BGM みたいなのを作ったりあとそのアイキャッチで流れる SE みたいなものも自分で打ち込んでそれを素材にして作りました。 なんかそういうなんか自分で書き下ろすみたいな作業がしっかりできて、借り物じゃない自分のチャンネルの自分の素材っていうのができたのがすごく個人的にはなんか良かったなと思います。結構愛着湧くのでね。そういう副産物が自分のやりたいもの、ドット絵楽しいなって思ってたので、それとこう合体する形でコンテンツに消化できたのがすっごい楽しかったです。はい。で次に、 今年公開したゲスト動画の、まあ、記録についてちょっといろいろ発表していきたいと思うんですけど、えっと、まず今年 YouTube に遊びに来てくれた人たちの人数は、えー、合計ですね、23人いらっしゃいました。そのうち、ま、2回以上、リピーターとして来てくれた数が5人いらっしゃるので、23-5で18人ですかえー、と、来てくれたことになりますね。まあ、このうち、あの、セルフゲスト会が2回ほど入っているんですけども <laughs>。はい。 で、この23人って数、まあ少ないと感じるか、多いと感じるかはあれなんですけど、個人的にはすごくね、大検討というか、だって本当に他にこんなことやってる人がいないので、どういうコンテンツですって説明するのも難しくって、まあ実際収録できたのがさっき言った通り23人いたんですけど、 えー、実はもっともっと隠れた数字がありまして、えー、収録には至ってないんですがそのなんか前段階というかお試し雑談みたいなのをしてるんですけどそれの回数が、えー、41回さっき言った41回ですねでさらにその前に Twitter、えー、上で ちょっとゲストとしてやってみませんかとか喋ってみませんかみたいなのを声をかけた回数があるんですけど <laughs>。これがですね、ちょっと数えました。あの DM の回数を。最低でもこの Twitter 上でナンパした回数が98回あることが分かりました。 で、最低でもって言ってるのは、あのー、リップでやり取りした場合もあったんですけど、なんかそのリップのツイートがちょっと消えちゃってたので、多分もうちょっと人数増えるかなと思うんですけど、まあ、98人ぐらいにはあの、話しかけているっていう、<laughs> めっちゃキモいですよね。ほんと不審者かっていう感じなんですけど、まあ、でも、なんかすごい、 誰に送るかとかいうのは結構吟味して精査したっていう上での98人なので結構一人一人ねあのメッセージ内容をちょこちょこ変えて送ったりしてはいるのでまあスパム行為には当たりはしないと思うんですけどでえっ、ー、とそのうち振られた回数っていうのがまあ最低でも57回以上あるかなっていう風ですねでそのうちそのさっき言った通り話せた回数が41回っていう風なのでまあでもね私もっとやってると思ったんですよナンパの数100人ぐらいは あの、オファーしてるかなと思ってたんですけど、思ったより話しかけられてなかったから、自分からもっとアプローチしたら収録できる人数っていうのはもっともっと増えていくのかなと思うので、これは来年の課題ですね。 というわけで、やりたいことがいっぱいできて収穫のある一年でした。でも今年の収穫を踏まえつつ、もうすでに来年やりたいことがじわじわ出てきているので、ちょっと発表していきたいと思うんですけど、まあ、大前提として一番は、まあ、自分も含めなんですけど、いろんな人の好きなものの話を聞かせてもらって、まあ、それを全力で肯定していきたいなと思ってるんですけども、それに加えて、まあ、来年の目標はですね、漢字一文字で表すなら、 想像する、クリエイトする方の作るという字ですね。まあ、動画を作るっていう意味でのクリエイトはもちろんなんですけど、あのー、なんか、何かを好きっていう気持ちをもっと形に残したいなと思ってます。まあ、それが誰かの目に留まって、ゲスト動画を知ってもらうきっかけになったら、それはオンの字だなって思うんですけど、で、あの、どうやって形に残すかっていうところで、今、本当にちょっと最近ハマってんのがドット絵なんですね。 このチャンネルのロゴマークであったり今は自分のチャンネル周りのことばっかり固めてるんですがその好きな作品のファンアートとしてドット絵で打ってそれをなんか例えばセルフゲスト界の背景に使ったりできたらいいなと思うしであのちょっとね計画段階なんですけどできるもんならなんか 2D ライブ D とかにドット絵を落とし込んで配信のアバターにも使えたら 使いたいいたなとかも考えていますで、さらに欲を言うと、そのドット絵って、まあ、デジタルなものなんですけど、それをちょっとアナログと融合させたいなとかも思ってるので、ちょっとその辺は <laughs>、まだ本当にアイディアの種みたいなレベルなんですけど、なんかちょっと、こう人が思いつかないような感じで、自分らしく、 デザインに落とし込めたらいいなと思っています。で、あともう一個が、まあ、最近、YouTube、まあ、そうなんですけど、なんて言うんだろう。自分が作業するときとかって、あんま動画の画面を見ないことが多いなって思うので、まあ、ゲスト界の動画は別に作るんですけど、それとは別で、なんか音声配信コンテンツを、あの、出せたらいいなと思っています。実はもうちょっと作ってはいるんですが、 なんか作業中とかあの家事をしながらとか絵を描きながらとか勉強しながらさらっと聞けるようなタイプのラジオ番組的な配信をちょっとできたらいいなっていうふうにはちょっと考えてますね計画中ですけどはいまあそんなことでねほんとやりたいことが常にあるっていうふうなので人生を通してねもう常にやりたいことがたくさんありすぎて あの、正直時間が足りないなっていう感じなんですけど、自分、ちょっとこれ YouTube で初めて多分言うんですけど、あのー、私、席を入れてるんですね。<laughs> なので、あのー、どこまでも好き勝手なことができないっていう、ちょっと生活上の縛りがあるんですね。すべての自由時間を自分の活動には使えないっていう、なんかこう、物理的な縛りと、 あの、折り合いをつけながら制作活動をしなきゃいけないので、そこがちょっともどかしいところではあるんですけど、まあ、なんかその働く時間しかり、家事とかしつつ、っていうので、こう自分の時間を捻出しつつ、でもま、ストレスも溜めないように、でもやりたいことはやりたいみたいな。めっちゃめんどくさいんですけど、ま、なんか、その折り合いのつけ方をちょっと、 この一年で学んできたかなと思うので、あんまりしんどくならないように、あの、コンテンツ作っていけたらいいかなとは思っております。はい。というわけで、こんなこと言いつつね、あの、来年全然違うことやってるかもしれませんけど、まあ、あの、末長く見守っていただけたらと思いますので、はい。よろしくお願いいたします。というわけで、えー、一年間ありがとうございました。また来年もね、いろんな動画、コンテンツ出していけたらいいかなと思っております。 それでは皆さんも良いお年を過ごされてください。ではまた来年の動画でお会いしましょう。さようなら良いお年を